えー、はい、皆さん、こんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。今日は。はい、今日は。ゲストの自己先生に来てもらってます。自己です。はい、ちょっと早かったけど。よろしく。よろしく。そう、今日は、あの。まあ、パートナーとの上手な関係の作り方。うん、うん。について。 チコさんとお話ししたいなって思ってます。よろしくお願いします。<laughs> ね、チコさん、旦那さんがいますよね。ご主人が。いる。何年前から一緒ですか。なんか、め、私あんまりそういうのさ、気にしてないんだけどさ。多分付き合ってから五年ぐらいで結婚して。うん、結婚して十年ぐらいだから、だいたい十四五年とかかな。 ああ長いさすがなんか <laughs> 今までどうだろうあんまりもう別れたいとかもうこの人のこと好きじゃないとか思ったことありましたあ好き好きじゃなくなったことは全然ないけど、うん、ああもう無理ってなったことはやっぱりある、うん、ありますあるあるでも好きだったんですねずっとあもうそれは変わらないねずっと今も 素敵ロマンチック。どうかな。<laughs> <laughs> え、無理ってなった時はどうしました。どうやって関係を良くしました。なんか私たち、あの、日本人の周りの夫婦とちょっと違うなって思ってるところは。うん、日本人の周りの夫婦を見ると、なんか本音で話して、話さない夫婦結構いるんだよね。 奥さんが旦那さんに例えばお金のことは言えないとか,なんかあの目の前でおならはしないとか,<ー>なんかそういう本,本音で話さない人って結構周りにいるんだけど、うん、私たちの夫婦はいっつも本音でぶつかるから。 その無理ってなった時も、うん、私はあなたのここが無理なのっていうのを <laughs> 伝えてあ言うんですねもう全部言う,うお互いぶつかって、うんね、最後仲直りみたいなあでもそっちの方がいい信じることができる、うん、信頼できるから、うん、そっちの方が私はいいと思うレイラとジャックもそんな感じじゃないなんか本音でぶつかってる感じうん 私は結構でも、うん、嫌なことがあるとすぐ静かになってこうバーンってドア閉めたりとか <laughs> いやそうするとジャクが「どうしたの?」って聞いてくれるから、うん、そしたら言うみたいな、うん、<laughs> あでも私もそ,れ<や>そうそうそう最初はそうだよ最初はバーンだよそんな感じですね <laughs>、うん、でもなんかまだお互い目の前でおならできないかもできなえできる <laughs> いやもう私は最初からもう付き合ってた時からやってたかも。<laughs> <laughs> でも旦那さんはそれはしてほしくなかったみたいで,で、うん、<laughs> おちょっと気を使えよって言われる。<laughs> <laughs> すごい。えーえー、恥ずかしくないの私、私レイラが意外だったわ、レイラはもう何でも OK だと思ってたんだけど。うん いやーなんかそこはねまだまだそこはダメなんだけど、えー、あのゲップとかいやいや <laughs> ゲップとかだったら全然できるけど<っ>おならはちょっと無理そうなんだ、うん、ゲップもおならも OK だよ<笑><笑>めっちゃ面白い <laughs> 等身大の自分 like love me love ふわやんみたいなもう,う等身大の私を愛して <laughs> うーんあーじゃあこれからおならしようかな <laughs> できるようになったら完璧かもしれない <laughs> <laughs> そこをちょっと見習ってほしいのかどうかちょっと、うん、<laughs> ちょっと迷うな <laughs>、うん、じゃあ本当にもうご主人にはもう今も何でも言いますか何でも言う、うん 友達以上に仲いい友達みたいな感じああ、いいですねそういうの、うん、そっかー、はあ、私も <laughs> うん、今日実はちょっとイライラすることがあって <laughs> 聞くよ聞くよ <laughs> そう,そういつも私だいたい6時くらいに起きるんですけど彼は今週くらいから6時に起き始めて前は7時に起きてたんですよ、うん でも8時に家を出ないといけないから朝7時に起きたらなんか別に勉強する時間とか準備する時間があんまりなくて、うん、でなんか本当に私彼に日本語を勉強してほしくてだから6時に起きてって言ってタイマーつけて、うん、えでもなんか6時に起きたのになんか勉強を始めたの6時45分とか50分前で。 で7時になったら <laughs> なった瞬間になったらすぐにキッチンに行って準備しないと間に合わないからとか言って <laughs> なんかめっちゃおいしいご飯作り出してなんかでそれ見てめっちゃイライラしちゃってなんか <laughs> な1時間早く起きたのに10分ぐらいしか勉強してなくてなんかでしかもそれちょっと言ったらなんかいや勉強の仕方がわからないからできないとか言って「いやいや やらないと何もできないやんって <laughs> みたいなもうそれですごい朝からイライラして <laughs> すいませんいやいや長くなりましたいやもうなんかさっきからすごい笑いが止まった <laughs> <laughs> めっちゃイライラした朝は<ー>そ,うそうだよねうんね、うん、いやイライラすると思う私もずっとそういう時期もあった,ったありましたあったあったそれで何回喧嘩したか ああイライラしたらもう全部言うから喧嘩になる <laughs>、うん、そうなんでこんなことしてないのよとか何で私はやってんのにあなたはやってないのよとかなんか、うん、私ばっかり頑張ってなんかイライラするっていうのはずっとあったかな、うん、そしたらそのご主人はどんなふうに答えるんですか 最初は付き合ってるとき、あ、付き合ってるときは全然喧嘩したことないから、まあ、うん、えっと、結婚してからね、結婚してからそういうイライラがあったら、うん、最初は、うん、そうだねって聞いてくれるんだけど、うん、あまりに私がちっちゃいことで、こう、イライラすると、うん、結構向こうも、あの、なんか、ロジカルに言ってくる。うん、これはこうでしょ<ー>これはこうでしょこれはこうでしょみたいな。<laughs> <laughs> うーん,うーんそれでまあ納得することもあれば拗ねて寝ることもある <laughs> <laughs> 次の日起きたら結構もう喧嘩はなくなりますすぐ仲良くなりますそうだね大体、ね、いいでも拗ねて寝た時はやっぱりどこかイライラしてるからまた同じことで次のあ<ー>ま,あまた1週間後とかにイライラしたりするよねうんやっぱり伝えるのが 大切ですねねそうだあとなんだろう何でイライラしなくなったかというと、うん、なんかまあ伝えることも大切なんだけど、うん、伝えてみて思ったことが「うん、あ私と彼は全く違う人なんだな」って思った、うん、そうでなんだろう今までは自分のその自分の基準を彼に 押し付けてただから自分はここまでするから、うん、彼もここまでするはずとかするべきみたいに、うん、なんか押し付けてたなって自分で気づいた。で例えばなんかな分かりやすいことで言うと、うん、彼めっちゃレイジーなんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> もうザラザラするのがすっごい好きで、うん、漫画も好きだしインターネットぼーっと見てるのも好きだし。うん 最近ジョークで言うのが「ソファーとあなたはのりでくっついてるのか?」って言ってあでもジャックもそんな感じかも <laughs> なんかねちょっと似てるよね <laughs> 本当にそうでそれに前はイライラしてたけど今はあ彼はそういう人だしそういうところに私は惹かれたんだなそういうところが好きなんだなって思ったのうんだってさ 同じよううに私結構ーって動いちゃう人なんか暇さえあれば仕事してあこれしてって動いちゃうんだけどうん、うん、その人とそういうパートナーと付き合ってたら私多分もうしんどくなると思ったそれ確かに私もそうだそうだなあ。うん、でしょ、うん、あのジャックのボーっとした感じとかさ、うん、なんかほわってした感じとかさが好きななんじゃない,いや多分そうだねそれはある絶対ある。うん うん。まあ自分が忙しいとそれが見えなくなっちゃうんですけどね。わかる、かる <laughs> うん。あ今の話めっちゃわかった。本当。うん、<laughs> なんか一週二週間前に U S J に行ったんですよ。うん、で私がチケットを買ったと思ってら思ったら買ってなくて、で一日前にオンラインでチケット買ってないことに気がついて。 ウェブサイトをチェックしたらチケットがめっちゃ高くなってたんですよ1500円くらい値段が上がってて <laughs> でそれで私もめちゃめちゃイラ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 ,イラ,イラして <laughs> 自分が悪いんだけどなんかそれを気にしてないジャックにもイライラして <laughs> でもうずっとなんか玄関の前に座り込んで私チケット頑張って買ってたんですよ。 そしたらその前でジャックがあのカマキリ虫虫と遊びだして <laughs> なんか「このカマキリかわいいこっちおいで」とか「もう一匹いるよ」とかなんか「早い早い」とか言って遊びだしてなんかでそれ見てもっとイライラしちゃってむちゃくちゃずっとああのその後イライラしてたんだけどなんかよく考えたらなんかあなんか。あなんか チケットなんかよりなんかもっと楽しいことあるよって教えてくれてたなと思ってあすごいそう,そう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 いうい落ち着いたらかる。そうだよね <laughs> その時は何でなんで空気読んでくれないの<う> <laughs> 空気読んいみたいな私のお金なんですけどしかもあなたのチケット買ってるんですけど <laughs> みたいなめっちゃイライラしてた <laughs> そうだよね そうなかわいいなジャック <laughs> いやかわいいんだけどね本当に <laughs> そうだねそんなになくなる確かに、うん、自分にその余裕を持つって大切だよねほ、うんね<ー>本当にえなんかチコさんがうん,うーんパートナーに、うん 求めるもの、パートナーの性格、うん、どんな人がなんだろう好きなタイプですか？なんかね、なんだもう彼がタイプなの今の主人がタイプなんだけど、<laughs> 私会ったことあるんですよねご主人と<あ>ねそうだよね。うん、だから嬉しいそう頭に彼のご主人の顔が、うん、あのどんな感じの人だった？<laughs> 印象はどう？ え印象すごいでも優しいって感じで、ね、ふんわりしててなんだろうや柔らかい印し感じあそうかなんか,う,かうん全然トゲトゲしたりしてない丸い優しい感じって思ったそうだねなんかね、うん、ほんと仏様みたいな感じ <laughs> <laughs> そんなに優しいんだ <laughs> 優しいもう怒ったらすごい 子供のしつけとか結構私より厳しかったりしてそうなんかえそこまで厳しくしなくてもいいじゃんって思うこともあるけど、うん、それ以外のところ器が大きいっていうね日本語でね。うん、なんか何があってもなんだろうあんまりパニックにならないで大丈夫だからっていつも何でも受け入れてくれる。 うん私が例えばすぐミスするから「うわーミスした!」ってパニックってでも大丈夫「大丈夫大丈夫」ってすごい「あのよしよし」ってしてくれる <laughs> うんもうだからやっぱ器が広い人がいいなっていうのと、はい、あとは話が面白い人あ話が面白いうんなんか何世間話とかスモールトークだけじゃなくてう,そう,そう,うんうんうん そういうのも含めて何を振っても、うん、なんか面白いことを返してくれる人何言っても面白いみたいな、うん、私の多分その面白さのハードルが低いんだと思うけど、うん、何でも笑っちゃうから <laughs> <laughs> えご主人はユーモアがあるんですか私私はね私かかららするるるととめめっちゃあると思うだから求める、うん 求めてるタイプはそうかな。器が広くてユーモアがあって優しい人。うん。もうご主人なんですね。そうだね。ねいや素敵だ前。前は周りの主人。周りのご主人のことが羨む。うん、あの人、なんかあの人よく稼いでて私働かなくていいとか、うん、いいな。とかさ。なんかいろんなことを考えてたけど、うん、今はあそうじゃないなって。 彼が私のことを支えてくれてるんだなってめっちゃ思う。うああ素敵。あいいですね。そっか。本当にありがたい。うありがたい。<laughs> ご主人がこのエピソード聞いてたらいいな。聞いてくれたら嬉しい。無理やり聞かせるよ。<laughs> <laughs> 聞いてって。<laughs> なんか、うんなんか一緒に。 デートとか旅行とか行く時は行きたい場所はだいたいチコさんが選びます。結構主人が提案してくれることもあってそう,そういうのも私好きでなんかん前の彼氏の話をしたらあったんだけど、うん、<laughs> 前の彼氏は私が言わないと何もやらない人だったんだけど<ー>主人は「俺ここ行きたいから一緒に行こう」って言ってくれるから「あじゃあ行こう」ってなる、まあ いいですね。エジャックとレイラはどう?。結構私が決めてるかな。あ、でもわかんない。一緒に決めてたらいいな<ー> <laughs>、うん。なんだろう。彼優しいから、私が行きたいとこ何でも一緒に来てくれるから。優しい。よね優しい。そ<う><ー>私もジャックに会った時に、あの仏様みたいだよねって言ってたよね。<laughs> <laughs> 本当に優しい。本当優しいよね。ね。う顔もちょっと丸いし。<laughs> いや、うちの主人の方が丸いから。あれ、そうですか。<laughs> <laughs> うん。そうね。ね私もでも、結構彼がタイプかも。ジャックがタイプかも。お<っ>うん。お<ー>うん。ど、どんなところが。好き。なんだろう。まず一番。初めて最初に会った時に。 いいなと思ったのは、うん、優しいところも人柄もあるけどなんかなんだろう本当ににのまの、あ、その時私20歳だったけど、うん、それまでに知ってたどんな男の人とも違ったうん、うん、なんかすごいユニークで。うん なんかファッションもすごい好きでなんかその時は自分でデニムのジャケットにあの自分が好きなパッチ、うん、をいっぱい買ってつけてて自分が好きな映画とか食べ物とか花とか,なんかバラとかハートとかで,<ー>でむちゃむちゃそれが素敵だなと思ってその自分が好きなものを隠さないように、ん、し人にそれをなんか押し付けるとか。 そういうのでもなくてなんかわあ素敵だなと思った確かにあのジャックのなんだったっけジャックがさレイラにさ送ったプレゼントの話あれもめっちゃ感動したんだけどなんだっけあれ結構もらってるあれなんかめっちゃロマンチックなエピソードなかったっけなんだ感動した方覚えてるけど何のプレゼントか忘れちゃったかな結構でももらってるから な本もなめっちゃロマンチックあの私がいつかな2年くらい前にジャックにもらった漫画ジャックの手作り漫画なんだけど、うん、<laughs> それが何かえっとその漫画の話が私が小さい時にお父さんが私のお父さんが私に作ってくれたお話で私がいつも寝る前に その話をお父さんがしてくれていてでそれをジャックに話したらサプライズでそれを漫画にしてプレゼントしてくれて <laughs> でもその漫画にはジャックも入ってたりしてちょっと話が <laughs> 膨らんで大きくなってるんだけど <laughs> 本当になんか可愛くて <laughs>、うん、そこまでなんかレイラの話をちゃんと聞いて。 なんかそれがレイラにとって大切な話っていうのもちゃんと覚えてて、うん、それをさらにレイラの記念日にプレゼントをする考えられないよね,ね。なんか本当に優しいあ,あともう一つロマンチックなプレゼントの話があって、うん、いつもねくれるものはすごいなんだろうパーソナルな私が好きなものをくれるんだけど一つもらったのが。うん テントウムシテントウムシのイヤリングうん、うん、あピアスなんだけどそれがそれも私の小さい頃の話で,、うん、でそれを覚えててプレゼントしてくれたんだけど、うん、なんか私が5歳か6歳くらいの時に、うん、あのお母さんとスーパーに行って、うん、<laughs> でショッピングモールで。 あのアイスクリームを食べてたのね、うん、すると私たちの目の前に、うん、まあその時のヤンキーが3人くらい、うん、まあみんな男で結構派手でやばい感じのヤンキーが3人いて、うん、1> で1人のヤンキーが顎にピアスをしてたのよそこでその時に顎に穴開けてピアスしてたの。うん、でそのピアスがテントウムシだったのね。<laughs> でそれを私のお母さんが見て「カッコ!」って言って <laughs> でお母さんとそのヤンキーがすごい仲良くなって話してて <laughs> で私はちっちゃいし怖いとしか思ってなかったんだけど、まあ、それが私にとって初めてのピアスで見たピアスでなんかあのー、お母さん のことも思い出せるし、お母さんもなんかそういう誰にでも話す優しい人だったなって思って、そう,なんだそ,うでその話が自分の中でまだ覚えてて好きなんだけど、あ<ー>そ,うそれをジャックにしたらテ <laughs>、えー、ントウムシの。えぇ、鳥肌がやばい <laughs> <laughs> そう。それはすごい嬉しかった。うん まあ、私が特にそのお母さんとの思い出を大切にしてるからなんかそうそれ考えて買ってくれたんだなと思っていやーだからジャックって本当にそに、うん、ユニークだよねなんか日本語で言うとその本当 <laughs> 唯一無二の人っていうかさうーんなんかなんだろうなほんそりゃさそ,のそういうそのレイラがパニックになってる時に「うん、あカマキリだ!」って言って <laughs> <laughs> 遊び出すよような人だよねね多分ね、うん、どれぐらいなんだろうユニークなんだろうねやっぱり、うん、なんかその、うん、お金じゃ買えない価値を知っている人なんだろうねそうですねうん,うんうんいやほんとそんな人見つからないよなかなかあとででもそのチケットの時の話をしたら 私があさっ焦ってたのは知ってたっていうからなんかだからすごいそのわざとそんなバカなことするところもうち、はい、私はすごい好きあ<ー>だし、まあ、気付かない、うん、本人が気付いてない時もあると思うけどうん <laughs>、うん、面白いいや素敵な人見つけたねお互いね <laughs> <laughs> 今日はどれぐらい話したのかなもう 時間見てないから分かんないけど20分今日ぐらいかな。ねえ。うん、いや面白かった面白かったというか、うん、なんだろうよく思うのがカップルとか夫婦とかってほ、うんとバランスだなって思う。バランス。バランス。なんかん同じ人が同じ似ているタイプが一緒になってうまくいく場合もあるのかもしれないけど。 なんか周りを見てると全然違うタイプだからこそなんかこう惹かれ合ってるなっていうのはあるかな。うんうん、だからお互い常にこう学んでるんだよね。あ、この人のこんなところをちょっと見てリラックスしようとか、あこの人のこんなところを見てもうちょっと頑張ろうとか、なんかそうバランスをとってるんだろうね。ねだから多分私たちのパートナーは リラックスタイプだから私たちが学ぶのはその人たちを見てあもうちょっとリラックスしようって思えることかなんなんか今日ジャックが家に帰ったら優しくしよう,う <laughs> 朝めっちゃイライラしちゃったから <laughs> 優しくしてあげていやまたこんな感じの恋バナじゃないけど 話しましょうぜひ話そうすごい楽しかった素敵な話をありがとう感動こちらこそこんなエピソードなかなかないよそうレイディーバグと漫画のね話ねいやすごいわ嬉しいよかった他にもあるかなうんそうああとこれ知ってると思うけど私が 3年前にオーストラリアに行った時に、うん、忘れて帰ったヘアゴムあ髪の毛のゴム、はい、を彼がまだ手につけてて <laughs> 3年間まだ取ってないっていう <laughs> それもすごいよねすごいめっちゃ汚くなってるのに取ってないああ <laughs> いや本当にそこまでなんかこうなんだろう 自分の体の一部としてなんかレイラのことを愛してくれる人って本当にもうそれだけで幸せだよね。え本当に幸せ。私たちは幸せ者だね。幸せですね。すねめちゃくちゃ幸せ。いやよし、ちょっとハッピーな気分になったから。<laughs> 今日も頑張ろう。感動したわ、本当。<laughs> 涙をちょっとこらえこらえたんで頑張って嬉しいありがとうじゃあまた次のエピソードもよろしくお願いしますこちらこそですありがとうんかバイバイの前に言いたいことありますか宣伝とかないうんないやあのコミュニティは始まったんですか日本人のとそうだねえ とね、日本人と英語が話せる、違う、日本ネイティブジャパニーズと,、えー、となんだジャパニーズ・ラーナー、うん、日本語学習者の家族のコミュニティは 1>、うん、月1回だけなんかオンラインミーティングで会うっていうのを今週,今週土曜日に初めてやるんだけど。すごい ちょっとずつ始まってるから皆さんの中で、えー、と子供さお子,供子供がいて、うん、子供と一緒に日本語を勉強したい人はぜひ DM くださいそういう人いたと思うい<る>名前覚えてないけどい、ね、コメントくれた中でベトナム人のお母さん聞いてるかな<ー>絶対いたと思うえーうん、ぜひ私にコンタクトしてくださいそうね D. M. インスタグラムの D. M.、うん、わかりました、皆さん。D. M. しましょう。お願いします。<laughs> はい、じゃ、本当にありがとうございました。ありがとう。また今度。いつもありがとう。とうバイバイ。バイバイ。